ハローベイビー。スロットの未来を愛して。中山です。おはようございます。今日も朝からウルトラミラクルバカです。はい、本日は12月4日水曜日、ビッグマーチ西川田店さんに来ております。今回トタダイは初実戦ウルトラミラクルジャグラーです。はい、ということで、まあ、本日、ビッグマーチ西川田さんは寝台入れ替え初日ということで、こちらウルトラミラクルジャグラー5台導入、はいはい、打ちたくて、しっかり取れました。はい、まあミラクルといえば5号機時代、僕は、はい、大好きで愛した台。さあウルトラミラクルどんなものか、はい、初打ち楽しんで、勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、お、星がでかい。ではよろしくお願いします。はい、お、はい、ガックンでこんな音なのかな。はい、ウルトラミラクルジャグラーです。はいはい、まあジャグラーです。ジャグラーの寝台です。とりあえずミラクルということで、はい、まあジャグラーなんですけども、機械割り的には結構ビッグ先行型っすね。はい、ビッグの確率が甘いんで、はい、ビッグをいっぱい引いて楽しむ台、楽しめたらいいなっていう台で、あのミラクルなんで、あのプレミアがね、いろんなプレミア、いろんな演出がこうたくさん楽しい台のはずなんで、まあそういうのをねたくさん見て楽しんで勝てたら最高かなと思いますけど、まあジャグラーなんで子役、うん、チェリー、まあブドウマスカットは数えていきますよ。さあ一発目は156ゲーム、サケペカだって。サケペカ、これは単独だよね。あ、はい、ビッグスタートです。投手は5本です。うん、普通の先ペガでした。はい、一発目のビッグ終了。まあビッグは240枚ですね。じゃあウルトラミラクル1ゲーム連チャンス、いいよ、1ゲームとかで。あ、はい、残念、ブドウマスカット。2ゲームとかでも、はい、牛。3ゲームとかでも、はい。お、お、これはタンチェってやつですね。146。うん。はいはいはい、チェリーレグ。さあチェリーレギュラーからの1ゲーム連チャンス。ミラクルは来やすいよ。残念。おーおーおー、はい、惜しいな、2ゲーム。
さあ2ゲームで光りました。そうミラクルはね昔から来やすいからね。はいはい、オッケーオッケーオッケー。あなんか BGM がテレレジュピター、あ、リーチ目だ、危ない危ない。リーチ目は121、121、今のところ全部普通だけどね。牛が揃っての、はいはい、レンチリーで光ってくれた183。うん、チェリーはレギュラーのような気がした。またレンチェリーは121、とりあえずこの辺では当たるけど、うん、今のところチェリーは、あこれはラッキー、うん、ラッキーマスカットで OK ですね。8枚、今のところチェリーはレギュラーだけど、あチェリーはレギュラーの法則、レギュラー先行。現在レギュラーから180ゲームです。メダルはなくなりました。いつも通りの追加投資、ちなみに今900ゲームぐらいで、はい、ブドウマスカットの確率は 6.1 とかなんで、はい、若干ベースカット気味のジャグラーですって喋ってたら追加投資してすぐ当たるって181。はい、レギュラー、あれれれ、ミラクルはビッグ先行のはずなんだが、超レギュラー先行なんですけど、ちょっと光ってる。さあ43ゲーム、はい、じゃあそろそろビッグを引きましょう。牛が揃ってそろそろ、はい、投資は6本、まだ6本なんで、プレミアがまだないね。おこれも単チェンにはなってるけど76、とりあえずは当たるけど、今んとこチェリーはレギュラーの法則なんですが、チェリーはレギュラーなのか、これミラクルは。さあサキペカは47、あやだなやだなやだな、サキペカチェリーが来ちゃったよ。今んとこチェリーはレギュラーの法則、
じゃあそろそろチェリービッグに行きましょう。あ、よかった、はい、ちゃんとチェリーでもビッグがありました。リーチ目、リーチ目は119、とりあえず200以内で当たってるね。今んとこプレミアが一度もないですが、はあ、いやー、はい、ミラクルですがレギュラー先行。さあやっと光ってた、やっと光った426、はい、強一で回してしまって追加投資してますが、牛が2回揃っての、はい、あは、はい、投資は8本、ミラクルはビッグ先行なんでビッグ囲みましょう。プレミア見れてない。リーチ目、リーチ目は87、なんかリーチ目は来てる気がする。87、花今のプレミアが、あ、は、はい、ラッキーマスカットを取っての、今のプレミアはないけど、はい、いやレギュラー先行か。指が偶然止まったな。129はチェリーで寸止め。はいはい、まあ今のところチェリーは、ああ、これは確実にラッキーマスカットを取ってのチェリーはな、チェリーはな、どうだろう。はここはビッグだった、はい、寸止めビッグ、よかった。さあ寸止めチェリービッグからの1ゲームレンチャンス、じゃあいいよこの辺で、ビッグからの残念、ビッグからの2ゲームとか、はい、お、リーチ目は8ゲーム、さあビッグから強一で早い、プレミアとかにはならんのか。さあ8ゲームどう、あこういうの光ってほしい。お、光った。光ってくれた。はい、60ゲーム。さすがにビッグでしょう。さすがにビッグだと思います。プレミアにはなりませんが。あれ？レギュラーなの？いや、あのデメでレギュラーなんだ。マジか。いや、今のはダメだと思うんだがな。
はい、現在スタートから2000ゲーム経過です。はい、ビッグが6回で333分の1、レギュラー10回200分の1で合算125分の1です。はい、まあウルトラミラクル初打ち、そうミラクルはビッグ先行のはずなのに完全にレギュラーが先行してるっていう。あ、だから合算はいいんだけどね、メダルが全然増えてないよね、プラマイゼロぐらいか。で子役なんですよ、子役、はい、子役ブドウマスカットが今 6.23 分の1、はい、6.23、 悪すぎますよね。6号機のジャグラーで 6.23 って5号機レベルだし、いや完全にベースカットだよね。確かにこんだけ ボーナス渡ってるのに全然メダルが増えてない、体感的にも全然子役揃ってない、俺がカウント忘れてるのかと思うぐらいだけど、まあ2000ゲームなんで分かんないですけどね、こっからまあね子役良くなって、まあさすがに6号機だから設定悪くても6分の1は切るはずなんで、今ベースがコイン持ちが悪すぎだから、なんかこうそれでビッグも引けないし、さっきこの出目からねブドウ外れてレギュラーとか、あとはなんといってもプレミアも一度も見てないんで今は何とも言えないけど、まあこっからっすね。あ、チェリーチェリー、ジャグラーは時間かかるからね、いろいろやるのに、こっから頑張りましょう。さあ牛の後の先ポカは221221、ああはい、チェリーです。さあ鬼門のチェリーです。いやビッグ先行、ビッグ先行なんだよ本当は、ミラクルってなんでこんなレギュラー分かんだ、これは何なんだ、これはベースカットだし。はい、現在203ゲームです。はい、残念ながら2枚目、とりあえず、初打ちミラクルウルトラ、これからの目標はまずは、はい、プレミアムを見る、そしてビッグがレギュラーに追いつく、あとベースが普通になる、頑張れ。へえ、なんかいろいろ光ったプレミアだわ。406ゲームここで初めてプレミア見れたけど、こんな出目から。ちなみに投資は18本、1万8000使ってます。あのねブドウが悪すぎるんですよこれ、子役がもはや欠陥レベルなんじゃないかっていうぐらい、あの子役が悪くて全然ドキドキしないんだけど、なんだこれは。さあ本日初のプレミアビッグ、そして現在ブドウ確率 6.5 分の1からの1ゲーム連チャンス。いやでも本当に6号機のジャグラーで 6.5 分の1は欠陥商品ですよね、これ。こっから良くなるイメージないもんな。フリーズ、はい、とりあえず全くダメだと思ったらボタンを押してくださいだってなるほどね、急にプレミアが2連チャンで、これ16ゲーム
あ、なるほど。まあここでようやくビッグの連チャンなんで、まあベースカットなんでこっから波来るのかな、どうなんだろうな。さあプレミアビッグ連チャンからの1ゲーム連チャンス、はい、じゃあ来てもいいタイミングではあるけど、あ、チェリー、チェリーは来たら許す、来たら許すまあ来ないよね、なんかせっかくのプレミアに連発だったのに、はい、子役とかが悪すぎてこのドキ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 しないのがショックなんですよね。さあ光ってみよう、光ってみようって言ったら一応光ってはくれたけど、345で、この問題の出目、これ普通ビッグだよねいやレギュラーを経験してるからね、ていうかレギュラーだ、レギュラーなんだ、あの出目で普通にレギュラー、いや これはダメだと思う、うん、これはダメ、ウルトラミラクルジャグラーさんよ、その作りはこりゃダメだよあれは。はい、現在レギュラーから159ゲームです。はい、残念ながら3枚目、いやウルトラミラクルジャグラーを初打ちして今3000ゲーム回したところで、はい、すごくとても感じることがあるんですけど、まあ3000ゲームでブドウ子役の確率が 6.62 分の1なんですよね。 6.6 って5号機時代のミラクルと変わんねんすよ。それでビッグ1回これ240枚しか出ないんですよね、6号機なんで。そう、6号機なのに子役が 6.62 で、だからこれどうあがいても勝てないですよね、どうあがいても勝てないようにできてる、これ本当に欠陥商品なのかと思うレベルだし、もしかしたら北電子の陰謀とか策略でものすごいアラリマシンをジャグラーという名でアラリマシンをこう世に出しちゃったんじゃないかっていう、そんな不安というかショックというか悲しみを感じながら今打ってます。まあ初打ちなんでね、はい、もうちょいそれは打ちますけど、全然勝てるまくれるイメージないし、すごい台かもしれないこれ、伝説の台。あ、びっくりしたびっくりしたあ、すげえびっくりした。はい、せっかくこういうなんか面白そうなプレミア来てるのに、心の底から喜べない僕がいるんですけど、あ、どうなんだろうね。まあ投資は22,000円、うん、プレミアが喜べないジャグラーって、172ゲーム、はい、持ちメダルギリギリ。おかしいよな、勝ったら嬉しいのにな、うん、
偶然指が止まった、210ゲームおかしいんだよな。中断チリートが来たらさ、普通興奮するのに興奮できない俺がいるんだよな。やっぱり子役が悪いとそういう感情にさせるのかな。これがレギュラーだったらね、逆に面白いけどな。まあさすがにそれはそこまでの欠陥はないか。投資は2万7000円です。おかしいな、もっと楽しいはずなのにな、中断チェリーとか。136ちょっと心が無になってたから学校にびっくりしちゃった。はいはい、ラッキーマスカットはちゃんと来ますね。いや、ベースが元通りに戻ればっていうか、いや、うーん、はい、10ゲーム。てかレギュラーは引けてるんだよね。てかレギュラー引けてるというか、なんでこんなにレギュラー先行なの。基本に帰るとそこだよね。今よそ見したら光ったんですけど23ゲームさあ、当たり出してるけど、はあ、そろそろじゃあさ、ベースを上げよう。今ブドウ 6.7 分の1ですよ。まあ、そういう台なの。いやどうなの。38ゲーム早く当たり出してる。で、僕の心を変える方法が分かったんですよ。これもともともウルトラミラクルはベースカットバージョンなんですよ。子役が悪い、子役が 6.5 分の1から 6.7 分の1とかのベースカットバージョンだから連チャンするんですよ。こうやってベースカットバージョンだから、今からウルトラ状態に入るはず。やった、ウルトラ状態入るわ。よかった。さあ25ゲーム。はい。予言通り当たり出します。予言通りウルトラ状態。そっか。ウルトラ状態ってこうやってベースカットから入るんだね。いい予想見せてた。また223ゲームこれはほぼほぼレギュラー確定のチェリーですね。はい、あ、ビッグだった。あ、はい、ビッグの時もある。
217ゲーム。86、お、86ゲーム、ハローですよ、ハロー、はい、明るく明るく、ハローベイビー、ハローベイビー、はい、はい、レギュラーです、はい、はい、この台は、ビッグがレギュラーで追いつくことはあるのだろうか、いや、ないんじゃないか。255ゲーム。119ゲーム。ここの上にバーか。ビッグ頑張れ、ビッグ頑張れ、ビッグボーナス頑張れ、もう子役とかはどうでもいいからビッグボーナス頑張れ。さあ95、ギリギリ2桁。よし、ビッグ頑張れ、ビッグ頑張れ。あ、ちょっとだけビッグが頑張りだした。でしょう。あー、光った。このデメは光るのか。343。いや、このデメでやまたレギュラーとかあんの？あんのかな。あるんだよ、レギュラーなんだよ。いや、こりゃつまんない。めちゃめちゃあのデメでレギュラーとかつまんなすぎるよね。なんだこれは。はい、じゃあ226事件。229226事件って言ってたから初のカメラ切り替えかな。やっぱりビッグはレギュラーに追いつくのは無理だな、これ。ははリーチ目。209ゲーム。いや、もうメダルがなくなりそうなんですけど、なんだこれは。いや、でもね、
いや基本レギュラーっすよ。これビッグ先行とか言ってんのにレギュラーなんだもん。何なんだろうね。勝った255ゲーム。ちなみに頑張ってたメダルなくなって追加投資してます。で今になってようやくねブドウが揃え始めたんですよね、珍しく。まあ、それでも 6.23 とかで、それと同時にビッグ感1000ゲームハマってるっていう。はいはい、1000ゲームぶりですね。はい、投資は29本です。はい、29,000円。はい、さすがにこれで何とかしないと無理。あ、光った。58ゲーム。さあ一応ビッグのアドの2桁だけど、どう頑張る。あ、よし、じゃあ再びビッグボーナス頑張れ。はい、現在255ゲームです。はい、メダルなくなりました。はい、さすがに無理です。はい、ウルトラミラクル初打ち、ぶっちゃけすんげーつまんなかった。つまらないこのジャグラーは、久々だこんなつまんないの。無理だ無理、終わり。はい、うんこジャグラーのデータこれです。はい、うんこジャグラー。まあ投資29,000で負けなんですけど、29,000負けで、まあ、100歩譲ってボーナス引けなかったと。まあレギュラー引いたけどね、ビッグ引けなかったと、設定通りに。それはもうスロットたちジャグラーなんで、まあそれは100歩譲ってしょうがない。俺の引きが弱いのはしょうがない。ただ、さらに子役ブドウも引けないのか。最終的にブドウ確率 6.31 とかですよ。 6.31 なんて5号機と一緒だよ。5号機と同じベースの台打ってビッグ240枚しか出なくて、でビッグ来なかったらそんなん勝てるはずないし、楽しくないし。あと特殊出目、左リールあのブドウリップブドウとか、ああいう特殊出目で光って全部レギュラーとか、全然ドキドキワクワクしないクソジャグラー、うんこジャグラーっすよこれ。うんこミラクル。はい、うんこミラクル終わり。いやひどかった。いや本当に、まあボーナスいけなくて負けたのはしょうがない。まあそれはしょうがないですよ、負けるんだ、負けるときあるしね、ボーナスいけなければ。ただその上に子役も5号機でベースカットだし、ね、特殊デメがレギュラーとかで、つまらない、面白くない、つまらない要素ばっかで。はい、ウルトラミラクルうんこジャグラーでした。終わり。欲しい。あ、光った。光ってくれた。はい、60ゲーム。さすがにビッグでしょ。さすがにビッグだと思います。プレミアにはなりませんが。あれ？レギュラーなの？太陽が終わった。月夜の残響。